ましたが、その間、ちょっと、下火になりまして、その間料理の腕を磨きました。ようやく6時を迎え、 NHK 今日の料理の司会を進めさせていただくことになりました。さあ、記念すべき第1回の料理、私の出身地、実は京都なんですけれども、大阪と勘違いしている方が多い、ちなみに私もそうでした。ということで、本日は大阪名物たこ焼きを、なんと火を使わずに作ってまいりたいと思います。はい、でまず材料の説明からいたしましょうかね。小麦粉、西薄力粉2パック、それから、私これ西的の人間ではありませんけど、これ、めぐみ卵、タコ、以上でございます。これだけを使って本日はたこ焼きを作ってまいりたいと思いますが、ちょっとですね、作り方が私、普通の方よりもちょっとだけ激しいんですね。ということで本日はアシスタントを、ね、あの2名手伝っていただいて一緒に作ってまいりたいと思います。ではアシスタント、はい、東京より秋でございます。はい、そしてはい、もう一人ほうでございます。はい、ということでね、これ結構忙しいんで私についてきてくださいね。よろしいですか。はい、ここにちょっとしたおまけもあります。